米女子プロゴルフツアーメジャー第2戦全米女子オープン第3日、1日、米ペンシルベニア州ランカスター CC イコール6583ヤード、パー70、2021年大会覇者の笹生優香、フリー、は3位で出て、4バーディー、3ボギーの69とスコアを1つ伸ばしたものの、通算2アンダーの5位に交代した。 首位と三打差で最終日を迎える。安定したゴルフができてよかった。特に良くも悪くもなかった。民事、リー、とのプレーで落ち着きも取り戻せた、と振り返った。逆転での大会に正目がかかる最終日に向けては、特に何か変えることはないと思う。今やっていることをキープして、全米女子オープン最終日を楽しんで、チャンスを作れれば良いなと思う。 と話し、インタビュー後はパッティンググリーンに向かった。